皆さんこんにちは。いい時間帯ですね。原博美です。今日は J リーグアウォーズに来ています。 J リーグ TV 始まります。では続いてはこの方にお越しいただきました。J2 優秀監督賞に選ばれた京都サンガ FC の張喜寿監督です。おめでとうございます。ありがとうございます。お座しるんです。改めておめでとうございます。メールでしか言ってないんだよ。え、そうなんですか。だって会ってないもんな、はい、会ってないっていうかちょっとこっちもいろいろあってさ、まあ、岩田の、ね、試合に来てもらったんだけど、あのアウェーの試合結構いろいろ行ってて、まあ、それこそ今日今年開幕行ったんだから相模原対そうです。遠くから見てさ、張監督が久しぶりに J リーグに戻ってきたっていうかね、その試合を最初見ねえとって思って行ってみてた。そうですね、うん、そうでしたね。今シーズン振り返っていただいてどんなシーズンでしたか。昨日終わったんで広報の池宮さんにバタバタと仕事行きで待ち合わせがうまくいかなくて連れてこられたんで振り返るあれもないです。まあ本当に最初は、まあ、本当に久しぶりっていうか大学系って J リーグに戻って、うん、まあ、その今原さんがおっしゃった開幕戦なんかはもうなんか、まあ、そういう勝たないとというよりは、まあ、やってきたことを、まあ、楽しくじゃないけど、そういうしたら怒られるかもしれないですけど、まあ、とにかくやってみようみたいな気持ちでやってたんですけど、やっぱり試合後期になってだんだんそういう勝ち点さんの思いみたいのが自分の経験値も含めて思い出すようになると、やっぱそうはいかないなっていうところで言うと、最初に思ってた気持ちと終わりの頃は全然違いました。最初正直全然もうなんか勝つとか負けるとかっていうよりも、もうとにかく選手も楽しくやればいいしっていう言い方が怒られますけど、そんなつもりだったんですけど、残り10試合15試合からはだいぶなんかこう勝ち点の攻防でなんとなく一喜一憂したりとかっていうことを振り返ると、もうなんか喜怒哀楽みたいなのが、喜怒どうってあんまなかったけど、なんかこういろんなものが詰まったシーズンだったなって感じがします、はい、やっぱり京都12年ぶりでしたっけね、あの昇格させるって簡単じゃないし、過去やっぱりいろいろ言われてたけどこう昇格できなかったじゃん。でそれを、まあ、俺はなんか遠くからだけどさ、まあ、知り合いも多いってずっとこう遠くから見てたけどブレはなかったね。だから相模原の最初の時に、あの時から基本のやり方そんな変わってないもんな、はい、ただ修正はしてると思うんだ、どんどんその守備の入り方とか、あのこういう時はこうだとかって、だけど基本的にも本当に積極的にこう両サイドも行って、で、まあ、あの前にボールが入って、で取られたらすぐ取り返してみたいな、でそういう中でああいう川崎とかさ、あのストッパーの浅田だったっけね、はい、ああいうこの見抜いてさ、そういう選手をこう信じて、あのある程度こうずっと使いながらやってたっていうのはやっぱりさすが超監督だなっていう感じがするよね。うん、面白いな、見ててな。いや面白い。いや、あのいろいろ多分中ではこう修正はしてるんだろうけど、基本的なスタンスがやっぱりこう面白いなっていう、見ててね。それはする。いや、まあお世辞が半分ぐらいだと思うんですけど、ね。まあでも、まあ、本当に大学生流通経済大学に初めて行って、まあ1年もやってない7、8ヶ月毎日練習して試合してとか。いう中でこうプロのカテゴリーだと追われることはがなんかあって、追われるっていうか、なんかこう目の前のことをこうやっていかなきゃいけないんですけど、大学生だから多少時間の余裕もある中で、本当に中野監督からもいろんなことを託されて、今までやってきたサッカー感と違うことだったりとか、やっぱりその間にヨーロッパ行って見たことをチャレンジしてみようってことの試行錯誤が京都に行って、本当そのままっていうか、その時間でなんとなく、あ、こういう現象になるなってことが分かって入ってるんで、試行錯誤のレベルもちょっと上がった感じで入れたんで、で結構キャンプでやっぱ選手の反応が結構良かったんですよね。選手の反応がなんとなく、まあ、僕は新しく来るってこともそうですけど、やるサッカーの感じも、なので結果が出ればいけるかなと思ったんで、最初の5試合あんま勝てなくて、開幕から、だからその辺もありましたけど、まあでも原さんおっしゃったように、とにかくこうボール持ってる時も持ってない時も常に攻撃なんだっていうか、
スローインもそうだし、その守備するんじゃないんだっていうことがなんかね、結果的にリーグ最少失点とかにつながって、うん、なんかそこもそうだからそうなったっていうか、別に予想してたわけじゃないんですけど、なんかむしろ危なっかしいんだけど最後はなんとか体張る。だからあの逆なんだよね、今例えば苦しんでたチーム見てると人はいるんだけど、みんなこう譲っちゃって打たれたら入ってて、もういないんだよ人が、人がほぼいないんだけど、だから最後は最後まで諦めずにやってると意外との失点が少なくてっていうのが、なんかそこにヒントがあるような気がしてて、でやっぱり蝶は多分やっぱりさっき言ったようにね、チャレンジしてた、あの前と違って自分自身もチャレンジするって、新しいことにチャレンジするって姿勢が、そのチームの中に全員があるからそれをやってみるっていう、そういうなんかチームのムードっていうかな、それはもうずっとあったね。それって結構重要なこと、途中でそれをなんかこういうふうに戻しちゃったりとか、それがないなっていう感じがした。具体的にどんなチャレンジだったんですか？まあ、それは結構いろんなこと話してるんですけど、あの2020年の1月に僕ヨーロッパに、ちょうどもうコロナでが始まるちょっと前に2ヶ月弱ぐらい行ったんですね。で1人で25試合ぐらいスタンドの上から、ほんと1人で見たんですけど、いろんな人、ドイツ、ブンデスリーガ、ベルギー、フランス、オランダで、その時にあのスタンドの上から見る試合ってあんまないんですよ、監督って。はいはいはい、そうですよね。そんなに、そうですよね、よく考えたら、はいはいはい、大学リーグスカウティング行くとかあります。で見た時にこう点が入る時の形がほぼ一緒、どのリーグでも、あのパス回すとかカウンターとかいろいろあるんですけど、点が入る時って大体ゴール前にやっぱ人が多いんですよ、ね、あ昔はカウンターで一人ぐらいでボーンって取ったことが多いんですけど、はいはい、今なくはないですけど、カウンターでも最後ゴール前に4人ぐらい入ってるとか、本当にバイエルミュンヘンとかはもう最後崩しきるときに7人ぐらい入って、こぼれたボールをボランチがザーンと打って、だからやっぱり前に人が多いってことがを戦術的に選手に浸透させないと、なんかお前この時はこうでこうでっていうのは簡単なんですけど、とにかく前に人をかけないと、その前に行くっていうのが引き出せない。湘南の時どっちかって言ったら、誰かが収まって押し上げていく中での応援するのは、最初から前に人がいないとっていうのは、まあ、こういうこと話しちゃうとまた来年厳しくなってますけどでもそれはありました。でも同時にリスクはあるんで、捉えるから。そうですよね。でもね、意外にどこもやられないんですよね、カウンターでそうしてるチームって。ヨーロッパも高いですもんね。怖いんですけど、上から見てたらやっぱりボールホルダーが簡単に狙ったパスを出せなくなっちゃうんで、全部引っかかっちゃうっていうか、まあやられる時もあるんですけど、まあこういう概念に挑戦していくっていうのは、ちょうど京都さんがまあ話もらった時も、まあ京都ってそれこそ日本の中で世界的に一番有名と言っていい都市で、なんかそういうね、そういうイメージとなんかこうサッカーの感じが合うのはいいかな、そんな、そんな風に思いました。あれだね、やっぱり出ていく勢いがいい、見ててだから気持ちいいんだよ。だからそういう勝ち負けはあるんだけどね、あのその勢いがやっぱみんなこうチャンスあれば出ていこうみたいなのは伝わってくるっていうか、だからこうスリリングだしな。あの岩田と京都の試合、まあ、負けはしたけどさ、もう試合としてはもう本当に対照的なスタイルで、自分たちのスタイルをこう どっちもぶつけ合うみたいな、すごい高いレベルの試合だったから面白かったよ、うん。あの今シーズン振り返ってみて、何かターニングポイントとなる試合とか出来事ありましたかね？一つはあのホームで初めて勝った、6節の千葉戦かな。やっぱり2対1勝ったんですけど、それまでホームで1回も勝てなくて、その前のアウェーで秋田さんに負けて、この試合負けちゃったら、いくらこういう手応えがあったとしてもちょっと厳しいだろうなと思ったんで、なんかその週のミーティング、最初のこう秋田戦でなんか、要は相手のコートでプレーした回数が80回ぐらいあったんですけど、普通50とか60で50かなで行っても入らないっていうのは、やっぱなんか選手がこのやり方にやることにちょっとした満足感みたいな、俺たちまあボール持ててるしみたいなことになってんじゃないかなと思って、結構シュートしてリバウンドを入れる練習とか、こっちでシュート打ったらすぐ向こう側にシュートして残ってるやつが詰めるみたいな、もう要は小学生でもやるようなそういう練習やったんですけど、とにかく言ったのはなんか5本ろうそくがあったら
その最後の1本は俺じゃつけれないと、入れるとか、なんか3本4本の用意はできても自分でつけないと入んないよって言ったら、それこそそういったゴールが入ったんですよね。ゴール前でオンゴール入って、カウンターで宇多田が行って福岡新平が決めて、そあったね、はい、それが一つの分かれ目だったかな。あとは後期の琉球戦の時に1点先琉球さん取られて若原が PK 止めて逆転したんですけど、あれ入れられてたら、そこで琉球さんがちょっとその後ね、その後あれだ、あれ琉球さんが勝ってたらもっとまた琉球さんも行ってると思うし、だから本当紙一重だと思います、その2試合ですかね。やっぱりやっぱタイミングポイントになった試合はね、いくつかあるんだろうけど、やっぱり長がやっぱり京都に行ったっていうさ、そこが良かったんだろうね、まあ、地元っていうかそれもあるし、多分あの去年とか監督になる時ってさ、オファーもあったと思うんだよ、いろいろ言えること言えないことあるんだろうけど、でも結局は J2 だけど京都を選んで、そこでまた新たなチャレンジしてこうやって上がってきたっていうのが、まあ超らしいなっていう。でそれをやっぱりさっき言ったようにこうブレずにいろんなことをチャレンジして、あのまた新しい超キジェが見えたっていうのが最高に嬉しいね。だから遠くから俺はいつも見守ってたっていう感じだね。最後の質問なんですけど、今後の目標とか来年の目標何かありますか？僕サッカー専用スタジアムでこうホームチームとして指揮を取るのは初めてで、でまあサッカースタジアムまだ2年、3年、あ2年か、で京都に住んでたけど、その亀岡っていう町にも高校の時一回行ったか行かないかぐらいのちょっと遠いなって感じだったんですけど、本当にあのスタジアムができたことで、ああいうサッカーそのものを見に来る人たちっていうのが期待感を持って来てくれるっていうのはやっぱ素晴らしいことだなと思いますし、その分僕たちも本当責任感っていうのもね上がりましたし、やっぱサッカーって選手が頑張ることもそうだし、逆にサポーターに頑張らせてもらうことも大事だし、サポーターを喜んでもらうことも大事で、そのための箱も大事だしって、全てがつながっているという中でいうと、まあ、京都っていうものにサッカーというものをもっともっとこう中心のものっていうか、皆さんが週末さんが行こうよっていう風になってもらえれば、僕京都駅のすぐ近く住んでるんですけど、なんかあんまそういう人たちに出会ったことがないような気もするので、まあ、今日たまたま行ったら3人ぐらい、あれおめでとうございますって言われましたけど、まあそれぐらい本当サッカーの身近な、ね、ものになってほしいなって、そういう文化ができればいいなと思ってます。はい、J1 のチームも喜んでんじゃない、あのサンガスタジアム、あでも素晴らしいですよ、やれるから、あそこだって本当にね、はい、素晴らしいスタジアムだね、駅から本当すぐだし、そう駅からすぐだから、うん、いやいいと思う、まだ行ってないです、はい、ぜひ入るんじゃない来年お客さんね。なんか制限はないんですか？来年制限ないように、あそうあの、ま、このまま落ち着いていけば 100% いければね、本当に雰囲気いいからね、はい、うん、まあ来年も楽しみですよ、またいろんなチャレンジするんだろうしね。頑張ります、はい、ありがとうございました。本日はありがとうございました、はい、ありがとうございます。